NACA Presents 西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はポッドキャスト、ボイシー、YouTube でお届けしています。9月3日火曜日になりました。おはようございます。西戸明子です。今日私は大阪に来ています。今日から2日間にわたってビジネスコミュニケーション実践塾があるんですね。しかも今回は豪華ダブル講師でございます。ファイナンシャルプランナーの森次先生と一緒にリアル講座のみで5日間、大阪と東京2カ所あるから都合が合わなければ振り替えもできちゃうという、まあ、このご時世リアルのみの講座っていうのはもうむしろ贅沢だなと感じるようになったのは私だけでしょうか。はい、そんな今回の講座なんですけれども、まあ、ファイナンシャルプランナーの方をはじめ営業の方など、まあ、こうお客様とお話をされる際にですね、皆さんがねどういうふうにこう共感していけばいいのか、どんなふうに相手のお話を聞き、また問いかけ、そして会話を進めていくのかというね、そのビジネスにおける会話、これを学ぼう、実践で学んでいこうという、そういう講座なんですね。これはかつてある会社さんの研修をさせていただいた時に、あ、自分が役に立てることなんだなって気がついたんですけれども、まあ、どんな業界にもトップセールスっていう方がいらっしゃいますよね。それでみんなもちろん真似をしようとするわけです、その方の。ところがなかなか真似ができない、あるいは真似をしているのにうまくいかない。で、なぜなのかということで、まあ、とある業界のトップセールスの方に普段どんな風にやっているのかっていうのをこうみんなの前でやっていただいたことがあるんです。で、その時に私が何をさせていただいたかと言いますと、そのトップセールスの人が無意識にやっていることを全部解説したんですね。今この、はい、ここの目線ってこういう意味があって、受け手はこういうふうに感じますよ、はい、今の問いかけってこういう意図があります、この問いかけによってお客様とこういう関係が今この瞬間築かれました、はい、この会話、この話をした理由はこうこうこうですよね、そんなふうにですね、トップセールスのコミュニケーション術を解説したんです。そうしたらまず誰よりも驚かれたのがトップセールスさんでした。ああ、自分ってそういうことやってたんですね。今までいろんな人に聞かれて自分なりには説明してたんですけど、自分がそんなことをしてるなんて全く分かってませんでした、無意識でしたって言われたんですね。ここなんですよね。トップセールスの方ってやっぱりこうコミュニケーション能力が高くていらっしゃってできちゃうんですよ。でもできちゃうからなんでできるのかもわからないし、何をやってるのかも説明ができないんですね。そこを私はこう拝見していると、説明ができるっていうところが皆様のお役に立てることなんだなって思いましたね。で、今回それをねやらせていただこうということで、そのファイナンシャルプランナーの森次先生は、私も実は最近知ったんですけれども、保険業界ではもうトップもトップも超トップの、セールスマンでいらっしゃるということで、その彼に実際にどういうふうにお客様とコミュニケーションを取ってるのかをみんなの前でやっていただいて解説をするだけではなく、さらにそんなすごい森次先生をもっとすごくしちゃおうというねもっとすごいんですよ。森次先生のすごいところはですね、そんなトップトップトップセールスなのにみんなの前でフィードバックされるの全然 OK と、もうどんどん僕を出しに使ってくださいっていう、こうそういう大きさを持ってらっしゃるところなんですね。それでまあ、そのなかなかやっぱトップセールスの方のコミュニケーションリアルで間近で見れるっていうことはほとんどないというふうにお聞きしまして、今回そういう貴重な講座となっております。大阪は今日スタートするんですけれども、東京は来週9月11日から始まります。両方ともそれぞれ5日間で、
それで、まあ、都合が悪ければね、東京の会に参加するって言った人が大阪来たり、大阪の人が東京行ったり、そういう風にね入れ替えて参加することもできますので、まあありとあらゆる業界のビジネス、お客様とのコミュニケーション、まあお客様だけじゃないですけれどもね、社内のコミュニケーションも全てですよね。そういったこう仕事におけるコミュニケーションを改善したいと思ってらっしゃる方、もうあのオンラインでこう知識だけ伝えて終わりとかじゃなくて、もう本当マジで実践やっていきますんでぜひ皆様ね、まだ間に合いますからご参加いただきたいなと思います。詳しくは放送概要欄にリンクを貼ってありますので、そこからご覧ください。 FP× コミュニケーション超実践塾3ヶ月講座というタイトルでございます。そしてもう一つお知らせです。今週5日木曜日の夜6時から名古屋駅のそばの会場でコミュニケーションの体験講座リアルやります。なかなか名古屋で直接皆様とお会いできる機会というのはね、そう多くありませんので、もうこの機会に気軽に遊びに来ていただけたらなと思ってます。まあ、そんな意味を願いを込めまして、懇親会もその会場で、まあ、軽食を挟んでやっちゃおうということでね。難しく考えずに遊びに来てください。会いに来てください。皆様のご参加お待ちしております。こちらも詳細お申し込み、放送概要欄のリンクからアクセスしてください。でさて、ビジネスコミュニケーションの実践といえば、私も日々やっておりますよ。昨日もとある業界の方とミーティングがありましてね、もうその業界への熱い思いをぶちまけてきたところでございます。社内コミュニケーションもありますね。まあ、うちの場合社内というよりはチームでのコミュニケーションという感じですけれども、ここ最近 PR を頑張ってくれていますチームニコ、彼女たちがもうね、ものすごく情熱的な熱い澄んだエネルギーで応援してくれてるんですね。なぜか、それは日曜の朝の放送でボイシーとインスタグラムで行いました生放送、ともにアーカイブを載せております。こちらで申し上げた思い、これを共有してくれてるからなんですね。まだ聞いていないという方いらっしゃいましたら、もうこれはここ一おすすめの、まあ、講座なんですよ。そう、講座なんですよ。日曜の朝からスタートした4回講座、教えて西戸さん第3弾、2025年からの生き方伝えますの初回はなんと無料でお届けいたしました。はい、だからこそ皆様にぜひ聞いていただきたい、まあ、皆様に聞いていただきたくて無料にいたしました。まだの方はもう今日聞いてください。はい、あ、そう、今すごい大事なタイミングなんで、本当にあの今日聞いてほしいなと思います。その日曜日の朝の放送で申し上げたことをまあ共有している、そこにね思いの共有があるということなんですね。 NACA を応援したい、この世界を良くしたい、子どもたちに明るい未来を残したい、メンバーのね多くがお母さんでもあるわけなんですね。でその隊長っていうまあリーダーの方がいてくれましてね、で彼女がですね、まあ女性版の松岡修造とどうやら言われてるそうです。あのね、あ、熱いんですよ、熱いんです。そして元気です、明るいです、もうエネルギッシュなんです。まあ私も松岡修造さんは存じ上げておりますよ、テレビでね。だからそういう方が世の中にいらっしゃるっていうのはもちろん知ってました、知ってましたけれども、まあ、私どちらかというと文化系で運動というものとほぼ縁のない人生を送ってきているものですから、そういうですね松岡修造さんタイプのこのエネルギーを持った人っていうのが、まあ、身近にいたことがないんですね。基本的に一人で家に引きこもって本読んでるっていう、まあ、そういうタイプですから、まあ、そんなにあの LINE とか電話とかもかかってこないんですね。私の電話代は月に2000円台で済んでますからね。毎月使えるなんかこう何ギガとかありますよね。もうほとんど余っております。
そんな私のスマホの LINE にですね、先日30何件っていう、こう数字がありまして、なんじゃこりゃと、私にとって超非日常でございます。で見たらですね、これも全部隊長からのメッセージだったんですね。で、まあ、正直に申し上げます、ちょっと引いてました私、はい、誤解しないでいただきたいんですけれども、苦手とかそういうことでは全然ないんですよ、ね、その眩しいんですよ私にとって、はあ、こんなに輝くばかりのエネルギーで生きてる人がいるんだと、こうある種異星人を見るようなですね、本当に私の人生の中で出会ったことがないタイプなんです。その圧力だから、彼女としては圧力を出してるつもりもないと思います。ただ自然に存在するだけですごいんですよ、そのパワーが。でこれまた私あんまりメールとか LINE の返信もあんまりしないタイプでしてね、でも体調はもう全然引かないです、もう気にしない、とにかくもうどんどん送ってきてくれます。素晴らしいアイデア、熱い思い、メッセージで、まあその私が正直ちょっと引いちゃってることもですね、もちろん伝わってたわけですね。でそこもまあもうまっすぐに彼女は来ますよ、受け取ってくださいと。で、まあ、そんな隊長とのですねやり取りを、まあ、知り合いの話をしておりましたらね、いやあっこちゃんさって、もしかして彼女と同じようにならなきゃいけないと思ってるんじゃないって言われたんですよ。ん？と思いましてね、あそうだと、なんか彼女と付き合うには私もそういうエネルギーでなければならないと、同じようにならなきゃいけないって無意識のうちに思ってたんだなって気がついたんです。で、そりゃ無理だよねと、うん、体力から違いますからね、まあ、身長もとても大きな方でね、うん、もうこれは全然違いますから。でさらにその知り合いがアドバイスをくれたんです。みこしに乗せてもらえばいいんだよって。どういうことって、いやあなたはみこしを担ぐタイプではない、まあそうだと思う、体力もないし、どちらかというと上に乗せてもらって喋ってるタイプだと思う、その通りだと、分かってるじゃない、うん、だってラジオやってきたっていうのもそういうことだよね、スタッフさんがみんなであなたの乗るみこしを作ってくれてたわけだと、番組をね。で私はそのみこしに乗せてもらってラジオ DJ として喋るということで自分の役割を果たすことができていた、同じなんじゃないって言われた時に、なるほどそういうことかと思いまして、いや実はですね、この日曜日の朝のその4回講座の初回の無料大公開講座とかですね、まあ、インスタやボイシーで生放送やるなんていうとチームにこうみんなが聞いてくれるんですよ。それで私はパソコンも同時に立ち上げてまして、そこにこう LINE があるんですね。そうすると生放送やってる最中に隊長からメッセージが入ってくるんですね。はい西戸さん、ここでもっと押してくださいとかね、はいここでさらに情熱的に伝えましょうとか、そうなんです、もう今私にはコーチ松岡修造がついてるわけなんです。それでその先日日曜朝の生放送ですよ、授業1回目ですよ。で私の中ではね、あもうそろそろ終わりだなということで、心はクロージングに向かっておりました、はい、もう収束ですね、終わりにしようと思ってたらチームニコの隊長からここからだみたいなLINE がもうどんどん届くんですよ。もうこんな経験初めてですね。でもそうしたら不思議なことに、こう私の中にですね、その隊長のエネルギーがどんどん入ってくるんですよ。それでもう収束し近かっていた私のエネルギーがそこから伸びましてね、もうなんか陸上選手がゴールのテープが見えてちょっともう収束してきたところから、もう一回なんか全速力で走り出したみたいな体験ができたんですよね。こう未体験ゾーンへと扉を開いてもらったっていう感じです。ち
っと皆さんその視点でまたね、日曜朝の放送ぜひ聞いてみていただきたいと思います。でそんな体調のもとで PR やってくれてるメンバーですから、やっぱ皆さんすごいんですね。あるメンバーの方はですね、先日その仕事においてね、体調が今困っているという場面に遭遇しました。でその時、彼女別の仕事されてるんですけれどもね、職場で上司にこう言ったそうです。私とっても大切なことがあるので帰ります。そしたらその気迫に押されてね、上司もおそうか、わかった、理由も聞かずになんと早退させてくれたそうです。またあるメンバーはその日曜の朝の放送がもう終わった時にね、これを求めてたっていうメッセージを送ってくれまして、いやいやそりゃ彼女たちの熱量を受け取るっていうのはですね、私にとっては未体験ゾーンですからね。またこうあるメンバーさんはですね、デザイナーさんなんですよ。とある多くの方が知っているキャラクターのデザインをされてるんですよ。そういうデザイン系ということはちょっとインドア系かなと思うじゃないですか。そしたらなんと自らがキャラクターデザインを手掛けた、そのキャラクターの着ぐるみ作って、その中に自分が入っていろんなイベントで活躍してるっていうんですね。そんなチームニコのメンバーの踊ってる動画っていうのが先日送られてきまして、もうとんでもないパワフルなんですよ。西戸さんも一緒に踊りましょうって言われて、いやいやもう私見ているだけでもうそのエネルギーに押されましてね、もうなんかお腹いっぱい胸いっぱいっていう、そんなチームニコに応援してもらっている NACA であり西戸明子です。この未体験ゾーンに私は皆様をご招待したい。自分一人では到底生み出すことができないエネルギーって人がその与えてくれるものなんだなって、本当になんかこう焚き火にね、新たな薪がくべられるようにどん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 自分にエネルギーが入ってくるんですよね。いや私このチームニコの皆さんのおかげでこの未体験ゾーンに突入し、これから若返っていく予感しかありません。そんなわけで教えて西戸さん第3弾、2025年からの生き方伝えます。こちら全4回講座でございます。1回目は先日日曜日の朝にインスタとボイシーで無料でお届けいたしました。こちらぜひ聞いてください。そしてもう後半最後のこのチームニコからくべられた薪エネルギー、体調エネルギーを皆さんにも感じ取っていただき、このエネルギーの輪の中に入ってきてほしいなと思います。そして私これからもう神輿に乗せてもらってますますしゃべくりまくりたいと思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。というわけで NACA プレゼンツ西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日も聞いてくださってありがとうございました。私 FP× コミュニケーション超実践塾へ行ってまいります。今日10時からスタートですから全然間に合いますから、皆様まだまだお申し込みお待ちしております。では皆様どうぞ気をつけていってらっしゃい。西戸明子でした。